第6回いきなりチキンガーリックステーキですよ。はい、チキンガーリックステーキの前澤です。川上です。浜田です。長谷川です。渡辺です。はい、今日はね、はい、第6回目ということで、うんうん、はい、もう本当にね、もう、ゴールデンウィークが今年はなんか我慢ウィークみたいなことになってますけれども、はい、このね、いきなりチキンガーリックステーキでは我慢することなく、みんなで楽しく、過ごせていければいいなというふうに思っております。そうです。ということで、早速、早速スペシャルなゲストをお迎えしたいと思います。はい、もちろん、もちろん見えてる。山野さとこさんです。どうぞ。イエーイ。お久しぶりです。どうもです。どうも。嬉しい。いや、こうしてね、いや嬉しいですね。リモートでありますが、お会いできて嬉しいです。はい、本当ですよ。もう、ねえ、よかった。よかったです。山野さんと、はい、チキンガーリックステーキが一番最初に出会った時って、はい、中之島でしたっけ。いや、なんかその前じゃないですか。その前のラジオです。その前、あ、ラジオが1回目か。で、そのラジオの時に無茶振りしたんですよね、確かに。そうそうそう。ほんで、中之島にも来てもらったんですよ。ああ、そういうことだから、うん、そうそうそう、まあ、ステージとしてみんなの前で聞いてもらったのが、うん、中之島がスタートで、その前にラジオが初対面ってことですよね。その時、ドラえもんを一緒に歌いましたもんね。そうですよね。ですよね。ね、はい。はい、もう僕は感無量でしたよ、本当に。もうあっちゃんドラえもんファンやからさ。ああ、そうですよ。ね、あっちゃんってさ、ドラえもん見とったのは何歳ぐらいからドラえもん見てるの、あっちゃんって。いやー、何歳ぐらいですかね。それはもう、物心ついた頃からずっと見てると思います、ね。ドヒャー。あ、そうなのね。ドヒャー。いや、ドヒャーって。いやいや。ですよね。そうですよね。そりゃそうですよ。はい。うん、もう25年ぐらい以上前ですから ね、 ね、から、あ、うん、山野さんが一番最初にドラえもんの曲を、うん、そのレコーディングしたのは25年前なんですか。したのは、平成元年だから、はい、30年ぐらい前ですか。ですね。そうみたいです。ねえ、すごいですよ ね、 ね。ということは、ね、はい、あっちゃんが今40、5なんぼやから、まあ小学生時代からずっと聞いてるってことだよね。ああ、そうだね。もちろん、もちろんそうですよ。そうだよね、うん、そういうことですよね。そういうことですね。はい、ありがとうございます。ということで、まあ今日はね、せっかくなんで、みんなでね、ドラえもんの、うん、秘密道具モノマネを、ドラえもん、モノマネ、ドラえもんってあれ秘密道具っていうのですか。うん、秘密道具、秘密道具で持ってる。代表的な秘密道具って言えば、やっぱりタケコプターなの。タケコプターとか、どこでもドアとか、タイムマシーン、ね、あ、タイムマシーンっていうのもあるのね。タイムマシーンでも知らないんですか。知らんの。あのね、僕ね、あんまり申し訳ないけど、秘密道具分かってないです。なんやそれ。あれは秘密道具って言うんですかね、タイムマシン。でもタイムマシンは確かに秘密道具ではないですよ。入ったらタイムマシン。ね。そうそうそう。うん、あと、暗記パンとかね。そう。暗記パン。知らないんですか、もう学校の先生してたのに。知らんやん。全然知らんねん。勉強して。パンに移すんですよ。パンに覚えたいものを、転写して、食べて、覚えるんです。食べると覚えられる。そう。その代わり、もういっぱい、いっぱい覚えなあかんからって食べ過ぎてお腹壊して忘れてしまうっていうオチが。そうなんや。そうなんや。太ってしまうじゃないんや。太ってしまうかと思った。それもありますかね。うん、
じゃあまあそんなあのいろんな秘密道具があるということらしいんやけれども、はい、あの歌詞書いて食べなあかん歌詞書いてな、うん、今日はだからあのせっかく6人、うん、いるのでそれぞれが あ, の、はい、あったらいいなの秘密道具を、紙に書いてみんなを出し合いをするっていう、あったらいいな、あったらいいなというよりだから 今欲しい、あ今欲しい、あ容器あるわ、そうそう今欲しいね、じゃあ今欲しい、秘密道具を絵に描くのね、うん、絵に描いてなんでじゃあ今それが欲しいのかという理由もつけて後で説明していきましょう、ね、なるほど、OK ね、じゃあ早速描きましょうかね、うん、そらそら、オチになってなかったらもう一回書き直すということで、いやどうしようひどいな、えらいこっちゃ、なんでハードル上げる、ひどいな、どうしよう、その時は焼酎一気に飲んでもらいました、はい、なるほどそれ得意でしょう、もうみんな書けたん、もうあの披露していって大丈夫、書けたできたよ、はい、まだの人いますか、書けた、大丈夫、あ、はい、じゃ あ, じゃ あ, あの、OK、またハードル下げるために僕からいくよ、はい、出た、はい、もう全然やから、はいはい、じゃじゃーん、見えてる、見えてる、もうちょっと上、これぐらい、ちょっと上、これぐらい、はい、はいはい、はい、何か分からへんと思うけれども、ランニングシューズです、ラクランシューズということで、全くしんどくならずに、あの走れる靴が、前に進んでくれて自分はもうあの楽ちんに進めるというラクランシューズ、あーでもね、そういうのの代わりになるようなあったような気がしますよ、疲れないやつ、あ、疲れない、実際にそういう道具があったような、今ちょっとパッと出てこないですけど、なんかあったような気がしますね、はい、まあ、はい、疲れない楽ちんなシューズ、はい以上です、ラクランシューズ、うまい名前が、ラクランシューズ、あー、はい、走る方が楽、次どうぞ、靴が連れて行ってくれるんですよ、はい、はい次誰ですか、どうぞ、誰ですか、俺行こうか、リーダー行きますか、はい、あ、ハセ行きますか、ハセどっち、俺、はい、はい、どうぞ、じゃーん、じゃじゃん、またカラー、またカラーや、分解ライト、お、分解ライト、こんなんあったらええなと思って、実物の車にライト当てたらバラバラのプラモデルになる、実物すごいな、あでもね、あのプラモデル製造機みたいなあったような気しますよ、でもあるな、でもあるな、すごいな、これで東京タワーとか分解したいな、あ、すごいな、それええな、うん、避難させなあかんな、入ってる人えらいこっちゃ、それも人形でうわうわ怖い怖い、人道的にダメそれ人間が人形なんてまあまあ、あかんかんか怖い怖い、そういうのも悪魔やもちゃんとドラえもんがいる、続いては、はい、リーダーいきますか、はい、はい、どこでもお風呂、どこでもお風呂なるほど、風呂、なるほど、すごい上手、もう入りたい時に入るってことね、いや今入りたいねなるほど、入りたいね、あ、1週間ぐらい入ってないからはいはい、2週間入ってないなんでやねんそれは入らなそれそこに静香ちゃん書いてほしかったな、ほんまやなのび太さんのエッチもう効果音付きですやん、贅沢やな
ねえ、うん、どうぞ。じゃあ、ハマちゃん行く？私行こうか。はいはい、はい、これね、絶対ないです、これはね。なになに？あの、タケコプターならぬ、うん、一石二鳥のズラコプターっていう音。なるほど。一石二鳥でしょ。一石二鳥。ただね、あの、ズラの。え、今、浜田さん、これが欲しいんですよね。欲しいな。言わすな。っていうか、これって、まあ、かぶって飛んでった時って、ズラしか飛ばないんだよ。しっかり装着しないとね。スポーンってね。ね、ただね、飛行中に髪の毛がね、うん、コプターに絡まる恐れがあるんで。危ない危ない。危ない危ない。墜落する恐れがあります。ちょっと危険ですね。ちょっと危険ですね。ね。以上。なるほど。はい。なんかみんな結局、なんか想像ばっかりですね。うん、ね、いやでもすごい想像力ですよね。いや、それでいいんじゃないの？いや、僕は実際あるやつの中で欲しいもの、今欲しいものを書いたんです。ほうほうほう。はい。何？じゃあ、ということで、はい、じゃじゃん、うん、その嘘本当っていう、うん、あの、これドラえもんくちばしみたいなのつけてるでしょ。ちょっとアマビエっぽい。ほんまや、アマビエっぽいな。アマビエっぽいですけど、くちばしみたいなんで、うん、言ったことが全部本当になるっていう、秘密道具の中で、まあ、最強と言われてる道具があるんですよ。おお、有言実行な。その嘘本当。あの、結構、もしもボックスっていうのも。あ、それもあった。ね、そうそう、そうだ。あって、もしもボックスって、もしもこんな世界だったらっていうのが、まあ、実際になるっていうのがあるんですけど、ほう、それはね、パラレルワールドって言って、僕たちこの喋り出したらいつまででも喋りますけど、ほんまや。要は、実際の、もしもじゃない世界と、もしもの世界と、2つの世界があるので、うん、もしもボックスには欠点があるんですよ、そういう。うんうんうん、でも、このその嘘本当は、言ってしまったことが実際に現実になるので、うんうん、ね、これで、だからもう、コロナ退散って言ってしまえばコロナ消えるんですよ。あ、素晴らしい。そう、それ。浜ちゃん背高い言うたら、ね、浜ちゃん背高なの。そう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 、めっちゃ背高い。それは、でももしかすると、浜田さんだけ。そのままで他のメンバーが縮むっていう可能性もあるけど。それはね、あの、私書いてたんですよ。あ、そうなん、すごい。と、これあの、トールスモールライトじゃない、トールスライト。なるほど。フライト。背が伸びるライトね。あ、で、こっちはもうついでに言うと、あの、何でもワクチン。あ、一番欲しい。あのね、お医者さんカバンって、お医者さんセットっていうのがあるんですよ。お医者さんカバンっていうのが。お医者さんのカバンっていうのが、でもそれはどんな病気でも治せる薬作れるんですけど、7回っていう制限があるらしいです。なるほど。そうなんです。まあ、それでもなんか治せるのはあるみたいですよ。あ、これ何でもワクチンね、副作用があってね、うん、背が縮むのよ。はい、ということで、本件では山野さん、はい、もうやっぱりあの欲しい、一番欲しいのはこれですね。やっぱりどこでもドア、ね、もう今離れてるから、もう早く実家に、大阪にこれがあったら住み慣れるのになと思って、ね、はい、今母が一人家にいて、はい、いいね、父もちょっと今病院にいるので、はい、心配でたまらないですけどね、はい、これがあったらすぐどこでも行けるし、あと友達とも会いたいなと思って、もう本当にこれが欲しいです今。ねえ、なんか人恋しいですよね。人恋しい。ねえ。はい。本当に。もうやっぱこれにつきますね。そうです、ね、うん。本当だ。うん。なるほど。ねえ。ピンクやったんや。ピンクです。はい。うん、ちゃんとカラーで。川崎にあの藤子不二雄、はい、ありますよね。何したっけ？美術館でしたっけ？あって、やっぱりそこにも、はい、あの原っぱにどこでもドアがあるんですよね。ほう、ピンクだ。僕まだ行ったことないんですよね。ああ、ぜひぜひ。そうなんですよ。めっちゃ行きたいんですよね。収束した暁には。ねえ。ほう、ね。ファンクラブツアーで行ったらおもろいね。うん、あ、でも結構入場制限とかあるんですよね。あ、そうなん？
あ、そうなの。そうなんですよ。そう人気なんよね。結構ね。女性ね、それは原っぱにあるドア開けたら、うん、ここに山本さん立てるってのはいいじゃないですか。なんかでもほんまに普通に向こうが見えるだけなんですけど、でも本当にそこで写真撮りたくなるしね。あと綺麗なジャイアンが出てくる井戸があったりとか。木こりの泉ですね。すごい面白い、楽しいですよ。いいですね。そこでライブできたらいいですね。ほんま、ほんまですね。ほんまですよね。なんかでもそういうの面白そうですよね。ねえ、ね、うん、やりたいなって言うとったらなんか実現しそうな気するから、やりたいなって言い続けなあかんね。言霊、はい、そういうことですね。じゃあもう、じゃあ、そこでね、歌うとしたら、うん、もうこの歌しかないでしょうということでね、うん、ドラえもんの歌をね、うん、この6人でそこでも歌えることを祈って、今日はね、はい、お届けできたらいいなというふうに思います。はい。はい。じゃあ、せっかくなのでね、はい、タイトルは、山野さんに、紹介をしてもらう形でいきたいと思います。はい。ね、はい。はい。今日は第6回、いきなりチキンガーリックステーキに、はい、ゲストでお越しいただきました、はい、山野里子さん。では、最後に、曲のタイトルを、はい、ご紹介していただいてバイバイという感じでいきたいと思います。わかりました、はい、じゃあ私とチキンガーリックステーキの皆さんで歌いましたドラえもんの歌。ダバダ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 シャバディア。ダバダ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 シャバディア。ダバダ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 。トゥルル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 。こんなこといいな、できたらいいな。あんな夢こんな夢いっぱいあるけど。みんなみんなみんな。不思議なボッケで叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター。ああああ、とっても大好きドラえもん。不思議なボッケで叶え